1934年7月2日、日華ウイスキーは北海道余市で生まれました。今私たちは改めて胸に刻みます。日本で本物のウイスキーを作りたいという創業者竹鶴正隆の夢を、ウイスキーを愛する先人たちの熱い思いを、美味しさのためなら手間を惜しまない、伝統の技を守り挑戦を忘れない、受け継いだ原酒の一滴一滴が先人たちからのかけがえのない贈り物。私たちも同じように未来のため原酒を作り続けます。人から人へ受け継がれる夢と情熱、それが私たちの財産なのです。今夜もウイスキーに込めた私たちの思いが、味わう人の心に届きますように。心を熱くするウイスキー、日華ウイスキー。